ヘアカラーの先生の金部です。お客様にこんなミルクティーっぽいカラーにしてほしい。そうご要望されたらどうカラーしますか？白髪染めが多いサロンワークをしているとブリーチオンカラーの経験が少ないお客様に希望されてドキッそう不安になってしまう美容師さん多いはずです。でもお客様のご要望には応えたい、そんなジレンマありませんか？インスタなんかを調べるとたくさんこんな風にレシピが出てきます。ただどんなヘアカラーのレシピの情報もお客様の要望通りの仕上がりにならなければ意味がありませんよね。そこでミルクティーのカラーを成功させるのにあるポイントがあることをご存知でしょうか？このポイントを知らないと思ったようにならなかった、そう悲しい失敗の事故が起きます。そうならないために白髪染めが多い美容室ほど失敗しにくい方法を覚えておくと安心です。今回は正しい薬剤を選ぼう、あなたにもできるブリーチオンカラーのミルクティーについて詳しく解説していきます。いやでもうちは全体をブリーチするお客様ってほとんどいないんだよな。インナーカラーやイヤリングカラーにも応用できます。これまでなんとなくこんな感じかな。そうブリーチオンカラーのレシピを考えていた方、正直ブリーチオンカラーが超苦手だ。そんな方にとってとても大事な内容なので、ぜひ動画を最後までご覧になってください。では本題に入ります。ミルクティーのカラーを仕上げるのにとても大事なことがあります。それは必要のないダメージを与えないために2つの注意点を理解しておくことです。その2つの注意点とは、使うブリーチ剤選び、もう1つはオンカラーの際にも髪のダメージに考慮すること。これから紹介するやり方とコツを実践することでブリーチオンカラーで迷いにくくなります。1つ目のポイントは、まず何レベルまで明るくするかを明確に決めましょう。なぜかというと、必要な明るさを理解しておくと最低限のダメージでブリーチをすることができるからです。具体的にどうすればいいかというですね、今ブリーチって2種類あるんですよ。スタンダードなブリーチと早く明るくなるブリーチ。慣れるまでは早く明るくなるブリーチは使わないでください。でも早く明るくなる方がいいんじゃないの？と思うかもなんですけれども、慣れていないとムラになりやすくて危険です。そこで僕のおすすめのブリーチ剤は、ナプラさんのアクセスフリーというブリーチ剤。そして慣れてきて早く明るくするものを使うんであれば、フィオーレさんのパウダーブリーチ。この2つを混ぜて中間ぐらいのスピードに調整することも実は可能です。そしてオキシは 6% を使います。ですが普通のオキシを入れてしまうとブリーチが緩くて塗布しにくいんです。そこで通常のオキシとフィオーレさんのクリームオキシっていう粘性が硬いオキシがあるんですね。これを1対1で混ぜて調整すると劇的にブリーチ塗りやすくなります。さらに薬剤も飛びにくくなるので服の汚れなんかもつきにくくできます。今回紹介した2つのブリーチ剤に関してはオキシを2倍入れますので、単純に普通のオキシとクリームオキシを半々に入れれば OK。 まずミルクティーのカラーを成功させるポイントとして最適なブリーチ剤を選びましょう。自分の仕事のスピードに合わせたブリーチ剤を使ってください。そして必要な明るさを覚えておくことでブリーチしすぎやダメージを減らせます。今回紹介しているこちらの画像の仕上がりにはアンダーレベルは15から16レベルが必要です。もちろんもっと明るくしてもいいのですが、今回の仕上がり目標であると15から16レベルで OK。インナーカラーやイヤリングカラーの場合も同様ですので、ぜひ覚えておいてください。普段ブリーチに慣れていないから、すごい明るくなると何レベルかよくわかんない。そういう方は、レベルスケールで明るさの確認を徹底してください。ちなみに、レベルスケールは15段階のものと20段階のもの、大きく2つに分かれます。髪トレではより的確にヘアカラーを仕上げるために20段階の方を採用しています。なので20段階のレベルスケールでいう明るさの15レベルから16レベルが目標です。初めてブリーチをするお客様の場合は基線部から塗布します。基本的に根元を3センチ開けて基線部、毛先の方から塗布します。基線部を塗布した後に新生部を塗布しましょう。もし明るくなりすぎが不安な方がいたら少し時間を置いてから塗っても OK。 ただ根元の塗布って結構大変なので塗布量を少なくしてすぐ塗ることをお勧めします。ただですね、黒染めや以前のトーンダウンの履歴があるとこんな感じで基線部だけオレンジっぽく残ることがあります。この部分の対応については後ほど詳しく解説します。ぜひ覚えておいてほしいんですけれども、ブリーチ剤は髪と頭皮を強烈に酸化させます。酸化するとどうなるのって思うと思うんですけれども、
これは髪が細くなって白髪になるのをものすごく早くしてしまう効果です。なのでその影響を最低限にするためにブリーチをハケで普通に塗布するのでなく、コームでつかないようにゼロテクで塗布しましょう。ちなみに通常のヘアカラーでも同じことが起きていますので、以前の動画でこのケアの仕方については詳しく解説しています。ぜひご覧になってみて参考にしてください。先ほどお話したクリームオキシを混ぜて塗布するとゼロテクが苦手な方でもピタッと塗布が綺麗にできます。そういう意味でもクリームオキシを使うのはおすすめ。ブリーチをもうすでにしているお客様は毎回全体する必要ってのは全くありませんので、ブリーチは根元だけで OK。 ブリーチ後にメインのカラーをしていくんですけれども、ブリーチはとにかくしっかり流すことを推奨します。ただシャンプーをガシガシやってしまうと髪が絡んでしまったり、その後のカラーがすごく染みやすくなってしまうトラブルが起きやすくなります。なのでシャンプー自体は泡立てる程度で OK。 ブリーチに入っている成分の顆粒酸塩って成分が残っているとオンカラーしたところにそこに色が入らなくなってしまうんですね。そういうトラブルを起こさないようにしたい方はですね、シャンプーをよく流した後に2分ほどチェンジリンスをしてみてください。ブリーチの塗布の注意点とシャンプーのポイントについてお話ししました。さあ、これでブリーチの土台ができました。この後のメインのオンカラーがすごく重要です。失敗しないミルクティーのカラーにはですね、ミルボンさんのアディクシーがおすすめです。髪トレでは薬剤のタイプをミックス系とストロング系の2つに分けて区別しています。アディクシーはストロング系で赤みを消すのが得意なタイプですが、その中でとても使いやすい薬剤があるんです。それはですね、スモーキートパーズ。厳密にはちょっとグレージュっぽいような色なんですけれども、程よく黄色っぽさを抑えたベージュ系、つまりミルクティーっぽい色に仕上がります。ただ単品で使うと黄色っぽさが残ってしまう可能性があります。そこでどうするかというと、同じアディクシーのアメジストの Q、 これをレシピに 10% 混ぜましょう。そうすることでこちらの画像のようなイメージ通りのミルクティーに仕上がります。詳しいレシピはこちら。Q のスモーキートパーズに Q のアメジストを 10% 入れます。うちのサロンではこの薬剤扱ってないんだけど、そういう方もですね、アディクシーを全部揃える必要はありませんので、 Q のスモーキートパーズと Q のアメジスト、この2つだけ用意しておくことをお勧めします。そして先ほどお話しした毛先に残留があってオレンジ味が残った場合、その場合は赤みが残った部分にのみアッシュ系の薬剤を 10% レシピに足して塗り分けます。ただアディクシーでいうとサファイアという色が一番アッシュなのですが、残留のオレンジの色の残り具合によってグレーパールやシルバーでも対応できる場合があります。ただ赤みを抑える色を入れすぎるとムラになってしまったり、そこだけ色を変わってしまうリスクもありますので、そこは注意してください。でもできる限りカラーのダメージは抑えたいもの。アディクシーは色が綺麗に出ますがアルカリカラーですので、オキシを 3% に下げて使ったとしてもダメージは避けられません。ここで使ってほしいのがアルカリキャンセルのオキシです。どういう効果かというと、オキシに酸性のものが入っているので一剤に入っているダメージの原因であるアルカリを中和して弱くしてくれる効果なので、オキシを変えるだけでダメージの少ない薬剤に早変わりします。ただデメリットとして色の入りが若干弱くなります。色を濃く出したいっていうのを最優先に考えるんであれば 3% がいいですし、ダメージを抑えたい場合はアルカリキャンセルの 3% を推奨します。ただブリーチオンカラーといえども、1回のカラーはできる限り抑えるべき。ヘアカラーのプロとして僕はオキシのアルカリキャンセルを推奨します。アディクシーからもアルカリキャンセルのオキシは出ていますし、僕はフィオーレさんのアルカリキャンセルの 3% を愛用しています。コスパもいいのですごくおすすめです。でオンカラーは根元から塗布していきます。理由は根元が一番色が入りにくいから。でもブリーチしたから色なんてすぐ入るんじゃないの？そう思いませんか？ですが何度もカラーをしていたり紫外線やドライヤーで日々ダメージを受けている毛先と根元を比べるとダメージの積み重ね、コンディションが全く違うんですね。そこで覚えておいてほしいのは、根元にはブリーチオンカラーといえども色が入りにくいこと。毛先から塗布してしまうと入りやすい方がグーンと色が入ってしまう可能性があるんでムラになりやすいので注意です。そして大事な必要なポイントとして、元の塗布量をとにかく多くして素早く塗布を終えること。本当にしっかり色を入れたい場合はですね、完全に乾かしてドライの状態で塗布することをお勧めするんですけれども、一人サロンだったりですとかブリーチオンカラー慣れてない場合は塗布に時間がかかる可能性が高いですよね。その場合はですね、シャンプー後によくタオルドライして滴らない程度の状態にしたウェットでの塗布をお勧めします。薬剤の塗布量をできるだけたっぷり塗布してください。
これは水分を含んでいる分色が入りにくくなっていますので、そこは塗布量で調整しましょう。ボンカラーは根元から毛先までを素早く塗布する。これは美しく仕上げる鉄則です。それでは最後にヘアカラーは基本が何より大事、これについてお話ししていきます。ここまでブリーチオンカラーのミルクティーのレシピについてお話ししてきました。でもやっぱりブリーチオンカラーってすごいちょっと不安で苦手なんだよなっていう方いらっしゃいますよね。ですが今回ミルクティーに仕上げるには何レベルに明るくしてどれぐらいの色を使えばいいか基準ができて目安ができましたよね。この目安を軸にじゃあもうちょっとグレーっぽくするんだったらこういう色を入れたらいいのかな、より薄いベージュにするにはこうしたらいいかな、そう考えやすくなった感じしませんか。僕の言うヘアカラーの基本というのはですね、軸になる考えがあるかどうかということです。軸があればじゃあ前よりこうしたらいいかな、そういうふうに考えを発展していけるんです。ファッションカラーもグレーカラーもブリーチオンカラーも必ずこの知識の軸を持っていくことが成功のポイントです。そうは言っても身近に相談できる詳しい人がいなかったりとか質問できる人がいない、そういう状況でお困りの美容師さんも多いはずです。そんな方のヒントになればいいなと思いこの動画を作っております。やり方自体は様々でいいのですが、お客様が喜んでくれる仕上がりになるのが大前提です。苦手だ、経験が少ない、それを言い訳にできないままでいるのはお客様のための成長を自分で止めちゃってるんですね。厳しく聞こえる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、昨日よりもちょっとだけでもできることが増える、そんなチャレンジを毎日してほしいです。この動画を見て参考にいただいたことがあなたもあなたのお客様にも喜んでいただけるような経験になると嬉しいです。それでは今日の動画をまとめます。ブリーチオンカラーのミルクティーカラーのポイント、1つ目、自分に合ったブリーチのタイプを選ぶ。2つ目、必要なレベルにだけブリーチをする。3つ目、オンカラーはアディクシーがおすすめ。4つ目、オキシはアルカリキャンセルを使う。5つ目、オンカラーの塗布は根元から。ポイントを押さえてお客様のためにブリーチのオンカラーを成功させてください。そしてこの動画を見た上でよりヘアカラーの詳しい情報が欲しい、そういう方はですね、概要欄に貼ってありますリンクから LINE の友達登録をよろしくお願いいたします。LINE にご登録いただくと自動ですぐアンケートをお送りします。こちらをお答えいただくと繊細さんのためのヘアカラーの教科書というヘアカラーのポイントをまとめた PDF と3日間のミニセミナーをプレゼントしております。 YouTube ではお話しできないより詳しいヘアカラーのことを解説していますので、そちらもアンケートをお答えてぜひ受け取ってください。このチャンネルではヘアカラーの失敗をゼロにするを目的に、美容師さんへヘアカラー情報提供はもちろんですし、お客様へもヘアカラーのことをシンプルに解説させていただいております。今日の内容が参考になりましたらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。